夏の夜の大一番、農林水産大臣賞典第11回ブリーダーズゴールドカップグレード2の本馬場入場です。14頭早速ご紹介をしてまいりましょう。1番宝永コスモス、55キロ、相性のあった北海道の地です。北の名手松本隆弘とともに馬体重は450キロです。2番、3年連続出走、今年は笠松の勇者安藤克美騎手とのコンビリベンジです。 JRA 京都シティは56キロ、馬体重512キロです。黒影の馬体が光る華麗な走りを、山の成功55キロ、川島博人、馬体重542キロ。4番、ステイヤーズカップの感動を今一度、末脚1番、シルバースワット、56キロ、岡島玉数、馬体重458キロ。5番、南関東今注目度ナンバーワン、船橋のアローセプテンバー、56キロ、酒井誠司、馬体重474キロ。6番、統一ダートグレード4勝を胸に堂々の入場です。 JRA は大隅ジェット、56キロ、シーヒロフミ、馬体重514キロ。7番、高一点北の快速娘、名将日高とパートナー渋谷弘樹、54キロ、馬体重は516キロです。8番、大井代表連続出走、鉄の戦国王、55キロ、今年は高見博士騎手とのコンビです。馬体重516キロ。9番、追ってのスタミナはその名も横綱です。現在北海道リーディングナンバーワン、五十嵐冬キャン城、横綱ファイター、55キロ、馬体重は466キロ。10番、晴れ舞台はベストパートナー佐々木邦明とともにシーダベス、55キロ、馬体重は492キロです。11番、天才武豊を背に今夜もレコード勝利を誓います。 JRA スノーエンデバー、56キロ、馬体重492キロです。12番、持てる力を存分に発揮したいアラブの王子は56キロ、川島正人、馬体重504キロです。13番、2度の優勝実績がその馬体にも風格を表します。 JRA は名将アムール、56キロ、鞍上はやはりこの人、河内博士、馬体重484キロ。そして14番、同栄記念馬の名にかけて好勝負です。ハセミンホーと坂下秀樹、56キロ、馬体重は496キロです。以上、 JRA4 頭、南関東2頭、北海道8頭、14頭の熱戦、ブリーダーズゴールドカップ8時15分のスタート予定です。大変長らくお待たせいたしました、交流競争農林水産大臣賞典第11回を迎えました、ブリーダーズゴールドカップであります。距離2300メートル、今年もこの季節がやってまいりました。平成元年に始まったこのブリーダーズゴールドカップ第1回の勝ち馬は笠松のフェイトノーザンでした。その時のジョッキーが安藤克美騎手、そして今日安藤克美は2番の京都シティに騎乗いたします。1番人気は6番の大隅ジェット、2番人気2番の京都シティ、そして3番人気が11番のスノーエンデバーです。14頭のゲートインスムーズ、最後に14番のハセミーホーがゲートインを終わって、いよいよスタート体制が整いました。第11回ブリーダーズゴールドカップのスタートです。馬場コンディションは良、さあゲートは開いた、
まずまずのスタートを切りました。京都シティは後ろの方、さあ注目の先行争いでありますが、名将日高が行こうとしております。7番の名将日高が先頭に立ちました。そして5番のアローセプテンバーであります、船橋のアローセプテンバーが内の方から強引に競っていって1周目の第3コーナーに向かうところであります。さあ3番手以降でありますが、だいぶ差が開きまして、1番の宝永コスモスは3番手、それからまた差がありまして13番の名将アムール、このレース2勝しています。内を通りまして京都シティが5番手、そして外から6番の大隅ジェットがずっと外を通って4番手ぐらいに上がろうというところであります。この辺りが先行集団を形成して、さあ第4コーナーをカーブして1周目のホームストレッチに入ってまいりました。スノーエンデバーは果たしてどの辺りにいるんでしょうか。ちょうど中段ぐらいであります。先頭に立ちましたのは名将日高、スローペースになりました。そして2番手には5番のアローセプテンバー、3番手宝永コスモス、これを追って名将アムール4番手、大隅ジェット内をと 外を通って5番手、内を通って京都シティ、この2頭を見るようにスノーエンデバーが絶好の位置、6番手から7番手といった展開で淡々としたペースになって、これから第2コーナー、もう一度第2コーナーに向かいます。先頭は依然として名将日高、そして2番手にはアローセプテンバーと変わりません。今度アローセプテンバーは外へ行きました。内を通って宝永コスモス、それから名将アムールが依然として4番手であります。その後ろでありますが、外を通って大隅ジェット、あっと内へ入って11番のスノーエンデバー、スノーエンデバーが馬組を縫うようにしてぐん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 行った。スノーエンデバーが行きまして3番手からさらに2番手に上がろうというところ、大隅ジェットはまだ外の方でじっと中段待機。この辺りでスノーエンデバー、おお、武豊はもうゴーグルを外して先頭に立ったか。スノーエンデバーであります。そしてこれを懸命に5番のアローセプテンバー、さあゴールまであと 500m ぐらい、スノーエンデバー先頭であります。そして2番手には外を通りまして大隅ジェットあたりが上がってまいりました。先頭完全にスノーエンデバーであります。第4コーナー、スノーエンデバー、大隅ジェット、外へずっと膨れていったのはシルバースワットであります。さあスノーエンデバー先頭、スノーエンデバー先頭、そして外を通りまして大隅ジェット、さらに京都シティが差を詰めてきた。京都シティが2番手に上がりました。スノーエンデバー完全に先頭、もう一度内から大隅ジェット、中央3頭の争いだ。スノーエンデバー圧勝、そして2着にはわずかに外か内か、2着はほとんど同時、スノーエンデバー賞、そして2着は際どい2番の京都シティか、それとももう一度6番の大隅ジェットか、いずれにしても中央の3頭です。一気に第3コーナーの手前で仕掛けたスノーエンデバーが馬組を縫うようにして第3コーナーで先頭に立ちました。そして一旦は京都シティが2番手に上がったんでありますが、内を通って大隅ジェットがもう一度差し返し気味、おそらくこの2着は写真でしょう。圧勝スノーエンデバー、豊かコールが上がる旭川競馬場、そして2着は京都シティか大隅ジェットか、この2頭のどちらかであります。もう一度リプレイが出ておりますが、スノーエンデバー圧勝、今日フランスから帰ってまいりました武豊、スノーエンデバー見事に操りました。そして2番手争いでありますが、京都シティが一旦2番手に上がったんでありますが、内を通ってもう一度大隅ジェット、さあこの2着争いが際どい、まだ着順掲示板には上がっていません。今場内のターフビジョンではスローが出ていますが、スノーエンデバー圧勝、そしてこれから2着がスローモーションで場内のターフビジョンに映し出されますが、果たしてどちらか、これは際どい、大隅ジェットが内、外京都シティ、大隅ジェットと京都シティ、もう一度内から大隅ジェットが差し返したか、しばらくお待ちください。勝ったのはスノーエンデバー、そして2着には大隅ジェットか京都シティか、この2頭の写真です。